毛縁信と毛沢東毛縁信は毛沢東のおいで文化大革命期の中華人民共和国の政治指導者。原石は湖南省省大県省山沖、新京生まれ。毛沢東の弟の毛沢民とその第三の妻の主明らかの子。刑府は中国共産党初期の指導者方志敏の弟の法志順。毛沢東のそばで成長、文革期に牽制を振るった。 八人組の一人で、東北の大上皇と呼ばれた。自らの派閥を組織し、大量の冤罪事件を、鉄造。1968年に始まった、階級隊列純潔化運動だけで、両名賞での死傷者は一万人に上った。上司新冤罪事件の主犯の一人。1954年、毛沢東とその娘の李突と、李里氏、追いの毛延神。 北大河の海水浴場で1954年、毛遠心、毛沢東、後世、離突1941年2月14日、毛沢民と主アキラカの子として、心境的下で生まれる。1942年8月、森世才が国民政府に寝返り、毛沢民ら新疆の中共幹部が一斉に逮捕される。主アキラからその家族も監禁される。 1943年9月27日、2歳の時父の毛沢民が、陳丹州、林寺はじめらと一緒に処刑される。1946年6月10日、監禁されていた子供を含む131人が、釈放され、7月10日、延安に到着。1946年7月中旬、毛沢東に初めて会う。1949年、 母親の朱明かが、片氏淳と再婚、厚生省南省へ移り住む。1951年9月、夫人組織の会議へ出席する朱明かと北京へ赴く。高勝清に連れられて、中南海へ。その後、会議を終えた朱明かと交流。毛遠心が、北京で学びたいと語ったため、毛沢東の了承を得て、北京で暮らすことになる。 毛沢東から、おまみちゃんのあだ名で呼ばれる。1954年、北京市育英学校を卒業し、北京101中学で学ぶ。クラスでは、班長、中国少年先鋒隊の大隊長を務め、高3の時に、中国共産党の予備党員となる。1960年、当時秀才が集まったハルビン軍事工程学院へ、推薦される。しかし、毛沢東から、 自分の実力でないと言われたことが悔しく、聖火大学電子工学科を受けて合格。1961年、毛沢東と講習を訪ねた際に、ハルビン軍事工程学院校長の陳に会い、聖火大学へ1学期だけ通った後、ハルビン軍事工程学院へ転入する。1965年7月、毛沢東からディ、リミノルの名をもらう。1965年12月、 国流交渉、友江彦県で、社会主義教育運動に参加後、繰り上げ卒業。北京へ戻った後に入隊。空軍に配属され、空軍司令員の御法券から参謀に任命される。だが一兵卒として、経験を積むべきという毛沢東の反対で、新たに空軍の校舎法部隊に転属された。1966年、文化大革命が始まると、 母校のハルビン軍事工程学院に戻り公職、造反兵団を組織、国流交渉脱権造反派の中心となる。も遠心は、子供の自分から後世と不仲を続けてきて、夏の休暇に中南海に帰っても口を聞こうとさえ、しなかった。しかし、いざ文化大革命が始まると、老いは主席に詫び状を書いた。やっと僕もわかりました。と、も遠心はしたためたのである。 おばさんはおじさんにとって最も忠実な教え子であり、僕はおばさんを深い尊敬を持ってみるようになりました。と、毛沢東は喜び、その手紙を後生に見せた。毛延伸は当時、遥か東北部にあるハルビン軍事工程学院の学生だったが、抜け目のない政治家でもあった。後生は、老いの詫びに好意的に答えて彼を庇護し、 筆頭の補佐役に仕立て上げた。後世が敵と相対する時は、もう遠心がしばしば先陣を切った。また軍関係で、トントン表紙に昇進して、数年足らずのうちに、旧万州に駐屯する信用軍区の政治委員に任命された。立志水、毛沢東の私生活1966年12月、ハルビン軍事工程学院の学生を率いて初めて、 延辺朝鮮族自治州の州都の延吉を訪問し、延辺大学8.27革命造反団の開いた大会で造反を先導。取得会を打倒し、延辺を解放しようと、州長の取得会の打倒を訴える。延吉に、ハルビン軍事工程学院、公職造反団延辺駐在所連絡所を設ける。毛延遠は、毛主席の二番目の弟の毛沢民烈士の、 息子ということは、私たちは、早くからよく知っていた。もう遠心は、ハルビン軍事工程学院校職造判断の、何人かの学生たちと、一緒に1月初め遠辺に来たという。もう遠心は、しばらく、遠辺の文化革命の状況を観察した後、遠辺にはまだ神聖な造反派がない。神聖な造反派が形成されるためには、もう一度、 動乱と文化がなければならないと語り、また、神聖な造反派を識別する基準は、延編で最大の人物といえる取得会に、どう対応するかにかかっていると語ったということだ。毛延信は、宣伝ビラを書いて、至るところに散布、各造反組織を尋ねるなどして、自身の、この見解を広げた。年月、毛沢東と北京で会談、その内容が、 毛主席とその追い、も遠心の談話として出版される。1968年5月、遼寧省革命委員会副主任に就任。新洋軍区政治部副主任、政治委員、遼寧省党委書記など要職を歴任。後生を、お母さんと呼ぶ。1975年2月、遼寧省党委常務委員拡大会議で、長指針の案件を審議した際、 反革命を止めないなら、殺した方がいいと発言。処刑時には機関を切断して声を出せなくさせた。上司新冤罪事件の主犯の一人。1975年秋、党中央代表団副団長として訪れた、新疆から戻った後、毛沢東弁護室主任となる。八人組の一人として、県政を振るう。病気の毛沢東に代わって政治局会議に出席。 毛沢東と、党最高首脳らとの連絡役を務める。1976年10月、4人組逮捕と、同時に失脚。1977年、正式に逮捕される。1986年、信用で、懲役17年の判決を受ける。1989年3月17日、病気治療のために保釈。1993年10月、刑期を終え。 シーミノルノノで、上海汽車工業質量検測研究所に勤務。1996年、上海市が供給した新居に引っ越す。2001年、退職して、年金生活を送り、列続待遇を受ける。2010年5月29日、母の主明香が南省で死去。2012年10月、河南省赤泉県で南水北町プロジェクトを視察。 2013年12月、湖南省で開催された、毛沢東生誕120周年記念行事に参加。2016年4月3日、湖南省商山で開かれた、毛沢民列士生誕120周年座談会に、リートズ、大加激よ、結構青ラ親族及び、湖南省の幹部らと一緒に出席する。2017年9月9日、 河南ン少林英県南外村で開催された、毛沢東主席政居41周年活動に、毛沢東の秘書だった、長玉大鳥らトリと一緒に参加する。化身、関心性とも、当人的信仰、AF 改め。後期も、2019年10月12日へ閲覧。ケミン、イヤモメシュタン、キヨシ聖書向き化席宅子も、新進層、新倒関球も、 2020年6月27日閲覧。厚生非人心机腐食猛心、総財けみやすそう字目法王も、2019年10月12日閲覧。北京表彰文学受害者バリし新社くっぱなし、矛盾信号吉国ート2019年10月12日閲覧。ケゴケ新十八大前館券路面、日指ため毛左昇魂。 フィー、2019年10月12日閲覧。もう遠心だけやの親族が、もう匠記念活動に参加法を申し陣。2016年4月7日、ケンホケシンオット、イタルナンガイムラゲン参加年網、主席ゆくよ41周年かつ、ベニーロ旅友網。2019年10月12日閲覧。ありがとうございます。